はい、始まりましたフットボール J チャルラのお時間です。どうも MC のセイジです。 MC のカズです。はい、よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルではですね、アビスパサポーターの、はい、私セイジと、はい、セレッソ大阪サポーターのカズがお送りいたします。まあなんて言うんでしょうかね。別に僕たちはサッカーが詳しいわけではないので、そうですね。多分他のね、フットボールチャンネルというかサッカーチャンネルのような多分深い戦術の話をするわけでもなく、別にそんなにコアな情報を知ってるかと言われれば、ね、そこら辺の一般サラリーマンやけん別に知ってるわけでもないという。そうですね。まあ多分一般人のサポーターの会話をただラジオ方式で YouTube に上げていくという。だから聞いてる人もこう、ゆっくり、あの、なんていうんですか、ラジオ感覚でこう聞いていただければ、まあそうですね、いいかなと。そうですね。まあ一応、このチャンネルの、はい。コンセプトとして、はいはい。ツイッターでも一番最初に載せたかな。まあその、J リーグを文化に。で、あとは F リーグですね。フットサルの F リーグ。F リーグを日常にということで。元に？そう。まあ、なんかもちろん、俺はアビスパサポーターやし、カズがセレッソサポーターや、なので、まあ多分そういうところを中心に話ししながら、まあ J リーグの他の試合とか他のチームの話もしたり、フットサルの話をしたり、そうね、フットサルの話をしたりと、そう、そうですね。まあ何が売りなんだこのチャンネルはと言われてもちょっとね。そうですね。だからこう楽しんでサッカーが好きな人がこう聞いてもらえるぐらいの感覚で。そうね。でまあなんか、コメント欄とかにくれればね、はい、いろいろなんか、まあ、ツイッターとかでもいいし、ね、なんかくれればいいかなみたいな。そしたらそれを拾って。そういう話題とかも広げていったりとか。そう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 。まあ他にもあの海外のね試合の、まあそうね、もう本当に幅広くポイント。そうそうそう、薄く広くというのをもっとやっていければいいかなと。そうね。まあなんか1000人とか行ってね、ライブ配信とかして、なんかアビスパ対セレッソの試合を見ながらとかね、できればいいかなって感じで、で今日はちょっと第1回目なので、はいはい、まあ今のこの時期といえばサッカーサポーターのね、はい、J リーグサポーターのこの時期の話題といえば、はい、まあもう多分今日というか、22日今日金曜日に17時に、多分 J リーグの、日程が発表されて、ね、そう発表されて、まあ、どのチームもやっぱ指導してるところもあれば、練習開始してるところもあればね、そろそろ練習開始とか、キャンプもね、もう始まってるかな、土曜日から始まるところもあると思うし、なんで、多分新戦力、そうですね。と、あとまあ、移籍していった選手とか、今年の陣容とかが気になると思うので、はい。今日は、アビスパの方、J1 昇格したので、はい。そうですね。そう。何年ぶりでしたっけ？ 5 年ぶり？ 5 年ぶりですよ。あー。5年周期。5年周期。だっけ、俺がサポーターになっても何回目だ、はいはい、昇格入れるの。2回目、3回目ぐらいだな。あ、なるほどなるほど。2005年の昇格は見てないか、2006年にね
アビスパ見に行ったのが初めてやけん、うん、まあ2回目かな見るのは、うん、はいはいはい。で毎年のように毎回のように1年で落ちちゃってるということなんで、そうですね、そう今年をどう戦うかっていうことで、これがアビスパ福岡の、はい、今シーズンの新加入選手と、はい、まずははい、そうですね、うん、行ってみましょう。まあ注目は、うん、もう多分誰が聞いても多分ディフェンダー、うん、鹿島アントラーズからレンタル移籍してきた奈良達希選手、うんうん、ここですよねやっぱり。いやこれ超サプライズじゃないですね。アビスパの中ではビッグサプライズじゃないかと。いや俺めちゃくちゃサプライズやなって思ったっちゃけど、うんうんうん、えすごくない？すごいいやだって、はい、オリンピック代表だったっけ、うん、ね、うん、いやめちゃくちゃすごいと思うよね。え来るんだと思って、しかも多分アントラーズで背番号発表されたよね多分。あアントラーズで背番号3番発表された後のレンタル移籍やけん超サプライズ。そう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 ね、超サプライズで、うん、センターバックそのまあこっちが出てた移籍選手だけど、まあ、はい、去年センターバックレンタルで来てた柏からレンタルで来とった上島選手が、うん、まあチームの要として、まあキャプテンもね、ゲームキャプテンも務めて、うん、J1 昇格に貢献したと。でまあ一応その選手がレンタルバックしちゃって、うん、まあ多分ねこれはもう規定路線やと思うじゃんね正直。うん、多分アビが J まあ昇格しなくても多分残ってなかったんじゃないかなって思うぐらいやっぱ素晴らしい活躍してね、うん、そのまあやっぱ最初で始めた時はやっぱね頼れなかったけど、うん、東京オリンピック代表として目指してるっていうので、まあ抜群のやっぱりハイボールの強さとキャプテンシーと、うん、熱いですよね。熱い、まあそう気持ちで、ね、プレーが、うん、でやっぱり何回か去年は試合をダゾーンで見てたんですけど、うん、なかなか勇ましいセンターバックにはいい選手かなと。でそのはいはい、こんだけ活躍すればね、まあ、それは移籍しますよと、うん、移籍とかレンタルバックだろうなって思って、ただ、まあ、正直、センターバック、グローリー選手と、うん、はいはいはい、まあ、グティエレス選手がいて、まあ、外国人選手2人おって、はいはい、うん、ぶっちゃけ全然 J1 レベルのセンターバックやと思っとるよね。やっぱあのグローリーの1対1の強さ、ボール狩る、うん、ね、やっぱ能力、あとまあ、うんうん、弾き返す能力っていうか、ね、フィジカルの強さっていうのは、うん、もう全然 J1 クラスやと思うし、あとはまあグティエレス選手のなんていうかな、クレバーさというか、はいはいはい、足元のうまさというか、うん、うん、まあディフェンスもね、能力としてはもうセンターバックでも多分水準めちゃくちゃ高いと思うし、うん、うん、ね、身長もあるし足元しっかりしてる、まあスペインかな出身が。そうですね、そうだっけ、全然ね、J1 クラスだなと思っとって、まあ上島選手が抜けたといえどこの2人が稼働してくれればいいかなっていうので、まああとは、サガントスからミヤ選手が来て、でまあそのあとアビスパ福岡のユースから森山選手、彼が、はいはい、まあ、彼はユースではセンターバックと、あと、まあ、サイドバックかな、左利きかなだったと思っちゃうけど、左サイドバックか右サイドバックかもしててみたいなんで、まああとは三國選手、三國ケネディかな、はい、
選手がおって。ケネディ・エブス。エブスか。はい、うんうん。はい。まあ、枚数はいるというので、うん。うん。まあ、ここで奈良かと、正直。いいとこですよね。思ったね。これでね、結構でかいと思うんじゃない？これ、フォワードで、これもまたね、注目選手で、うん、多分これも、ビッグ遺跡と言ってもいいんじゃないかなってアビスパの中で思っちゃうけど、まあ、ブルーノ・メンデス選手が取って、うん、うん、これね、ブルーノ・メンデスがいるクラブが、デポルティボ・マルドナルド、うん、これはウルグアイのクラブで、はい、まあ、要は、そのレンタル遺跡で稼いでるクラブ。そうそう、なんか、なるほど。そうそうそう、うん、なんか保有権は持っとって、なんか南米の方ってそんな感じで保有権持っとってみたいな、なんか保有権何パーセント持ってますみたいなのがめちゃくちゃ多くて、はいはいはい、そうで、まあなんかこのクラブは要はまあ車のカーレンタルみたいな感じでどんどんいろんなところにいい選手をレンタルしていくみたいな感じで、そのセレッソをより多分アビスパの方が多分、もしかしたらセレッソを完全で取ろうとして、いやいやレンタルじゃないとダメだよっていうのでアビスパが行ったのかなとか、うんうん、そうそう、まあなんかね全然分からんけどってなってくると、外国人が多分5人 J1 で、うん、でミッドフィルダーのジョルディ・クルークス選手、これオランダ2部でベルギー出身っちゃけど、うん、ね、ユースかな、アンダー23かアンダー世代のベルギー代表に選ばれとって、デブライネ。はい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 。デブライネと、同じ時期にアンダーのベルギー代表をやったじゃんらしいんよね。全然知らんけど。はいはい、そう、ユースも一緒やったのかな、ユースが一緒やったのかな、アンダー一緒っていうよりは、うん、なるほどね、そう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 、まあ、ベルギーの若い時はやっぱり それなりのトップスペクタルというか、うん、うん、いやこの選手を、右ウィングかな、左利きの右ウィングっていうので、はいはいはい、まあ外国人が6人いるっていうことで、うん、まあ、うん、センターバックに、まあサイドバックのエミル・サロモンソン選手はもう、あ、サイドバック、右サイドバックの、うん、去年 J2 アシストやし、ってなってくるとやっぱ1枚どれか外れないといけないってなってくると、まあ多分開幕投手はクルークスが今こういうご時世で来れないので、うんうん、そうね、うん、まあディフェンス3枚と、まあ、メンデス・ファンマーっていうね5枚使えるんやけど、そういった意味でも奈良選手がね入ってきてくれるとでかいかなと、そう、あと個人的にね注目してるのはこのミッドフィルダーの2人のね杉本選手と吉岡選手、はいはい、杉本選手松本山雅で、松本山雅が J1 におった時とかも1人だけやっぱ J1 に通用してたイメージ、ああ杉本選手が、そう、ただどこで使うんかなっていう、この選手ボランチとか中盤の、うんとね、松本では、うん、2枚目要は松本、そう、サヨンさんのセカンドハーフというセカンドトップっていうか、ああいうイメージが強くて、そう、まあでもボランチで使われんのかな、ボランチがいないんよね正直意外とこの杉、うん、杉本選手って運動量が結構あるイメージがあるから、うん、だからこう前選手との2枚っていうのも楽しい、うん、面白いのかなっていうイメージは、まあただウイングで使ってほしいよね正直、フォワードもやっぱ渡大成選手もいい選手やし、まあミッドフィルダーサイドハーフで言ったら、はい、まあ、杉本選手、吉岡正和選手も、吉岡選手も去年ビファーレンではあんま試合出てないけど、一昨年は結構出とって、まあ、小さいけど爆発力はある選手
で、クルークス選手もいい選手やし、で、センターバックもミヤ選手で、サイドバックもやっぱね、シッチっていうシッチ選手、これも、ね、長谷川はチルドレンってことで、うん、長谷部チルドレンってことでいいんだけど、ボランチがね、やっぱりこう結構きついのが、まあ、鈴木純選手も出てっちゃったし、松本選手も出てって枚数足りないっていうなった時に、やっぱりちょっとここが不安かなっていうのと、なるほどね。そう、まあ、あとゴールキーパーね、長石選手、これセレッソ大阪からレンタルやっちゃうけど、うん、ユニバーシード大学日本代表経験もある選手で、うんうん、まあ、大卒でアビスパも狙ってたっていうことで、まあ、彼も期待したいなと、まあ、個人的には、山野井選手、山野井匠選手、高卒もう4年目か5年目になるっちゃけど、そろそろ出てこいよと個人的には思ったね。そう、もう多分全然 J1 でも通用する、ね、能力あるんじゃないかなって思ってるけん、今年ちょっとね化けてくれればいいかなって思ってて、うん、まあそんな感じで、うん、まあアビスパサポーターの俺からしてみれば、はい、まあいい感じじゃないかなと。そう、まあ、あとはやっぱりちょっとボランチがもう、ま、もう少し枚数欲しいなっていうのが本音と、まあ、あとゴールキーパーはやっぱセランティスっていう、ね、めちゃくちゃいいゴールキーパーが抜けちゃったので、うん、やっぱそこの誰が埋めるのかっていう、うん、そう、セランティス選手抜けたのはちょっと、まあ、びっくりやね、うん、びっくり、めちゃくちゃびっくり、あ、出すんだと思って、そう、まあ、ちょっとありえるかなと思ったっちゃけど、その、はいはい、去年村上選手がね出とるときにやっぱ柔軟連勝してっていうので、うん、ありえるかなと思ったけど、まあまあそんな感じで楽しみだな、めちゃくちゃ楽しみ、希望としては、うん、何位ぐらい、1年間の通して、もう残留でいいです。今年はあの残留数が多いじゃないですか、降格がね、降格4チーム、そうそう、降格の、うん、そうそう多いから、結構こうなかなか、いや、サポーターの俺が言っていいのか分からんけど、はいはい、ダントツ候補やと思うけどね。ウィスパーが、うん、降格候補ですよ。怒られますよ、そのサポーターに。ビスパーのあのグッドボタンじゃなくて、うん、あのバッドボタン、最悪バッドボタンをもうずっとアビスパのサポーターの方に押されますよ。いや、まあ現実ね見るとやっぱりいい補強してるとゆえ、うん、ね、厳しい戦いが続くんじゃないかなと。そうですね、うん、やっぱそういう時にやっぱ2年前ああいう J3 降格の危機があった時に、やっぱゴールキーパーで一人気入ってたセランティスっていうのは、はい、今回 J1 に上がって苦しい戦いが増えてくる中ではやっぱいいというか、そう、ね、まあ、そう、やっぱりチームが落ちそうな時にやっぱあそこまで戦えるゴールキーパーっていうのはなかなかおらんと思うけん、うん、まあそういった意味でも見たかったなと。やっぱりスペインでプレーしてた選手がどこまでやっぱ J リーグで通用するのかっていうのは見たかったなという思いはあるけど、うん、まあこんな感じで、うん、第1回目の放送を終わろうかなと。ちょっとあの締めでいいのかな、ぬるっとぬるっと終わってしまいますけど、うん、まあ1回目なんでね、20チームか、はい、20チーム今年、うん、でしょ、 J1 は20チームでしょ、20チームですね、はい、うん、で、まあ、アビスパーが、社長がね10位を目指すって言っとったんかな、あ、12位、10位、あ、10位、うん、まあ、ぶっちゃけ、はいはい、あ、いいとこ行くやんっていうね、すごく上から目線っていうね、まあ J1 残留じゃなくて10位狙える戦力ですよっていう、うん、もうすごくわかる、全然ハマれば絶対10位いけると思うんで、うんうんうん、まあ、ただ俺の、今シーズンのアビスパーの今のもう何も考えずに他のチームも
何も考えずにただただ、はい、噛んで言ったら15位とか今度順位予想をね、まあ、したいね、いつか、うん、したい改めて、うん、J リーグは結構こう、ね、何があるか分かんない、そう激しいから、それこそ去年でいうとこのガンバ大阪なんて最初中盤ぐらいまで一番下ら辺にいたけど、蓋開いてみたら2位フィニッシュですか、ね、ガンバとかじゃなくてアビスパとかもまさにそうやけんね、うん、そうそう、17連勝 J リーグ、まあ、わかんない J リーグなんて本当に一番わからない、うん、ビッグクラブがねいないからいいと思う、うん、そうそうそう、まあこんな感じで、はい、そうですね、やっていこうかなと、うんうん、いいと思います、このチャンネルの、はい、目標は、はい、何にしましょうか、とりあえず、はい、そうですね、はい、欲を出して100人、うん、出しすぎた、あれぶっちゃける、ツイッターのフォロワーも全然増えんしね、ちょっとね、まあ、頑張っていきましょう、いやでもこう、まあ、コツコツ地道に10人ぐらいから見てくれたらこう、はい、そうです、はい、そこからこういろいろ意見とかね、コラボしまくりましょう、もう、はい、うん、いただいて、中田敦彦 YouTube 大学とコラボしましょう私ね、はい、まあそんなこんなでこんな感じで、はい、放送というか、アップロードの、うんうん、日は、はい、目標は、はい、目標あくまで目標、はい、月木金かな、月木金、はいはいはい、うん、1回目の今回は、土曜日に上げとるけど、月木金の、うん、9時かな、うん、うん、まあ、うん、J リーグの試合の後っていう日曜日と水曜日の後って覚えとってもらえばいいかなと、はい、思います。でも金曜日はもうフリートーク、フリートークちょっと多めにね、うん、まあ多分月曜日は試合の話するやろうしね、月水、あ、月木は金曜日はフリー話題で、うんうんうん、では、まあ、ちょいちょいフットサルの話題もしながらやっていけたらなと思いますので、そうですね、はい、いいと思います。じゃあこんな感じですかね、そんな感じで、はい、また次1回目の、はい、はい、終わります。次回は、はい、セレッソ大阪の新加入と、新加入選手と対談選手の話をしようかな、そうですね、はい、できればかなと思います。じゃあ皆さん、はい、ありがとうございました。良いお時間を。バイバーイ。はい。